皆さんこんにちは、リフレッシュサロンダンダンの中口です。今回も体のプロが選んだ基本ストレッチベストセレクションをご紹介させていただきます。今回は肩こりに効果的な体のプロが選ぶストレッチとなっています。長時間の座り仕事は肩こりの原因にもなります。原因の一つに肩周辺の筋肉痛に疲労物質が滞留することで血液や酸素の供給がスムーズにいかなくなることが挙げられます。そこで肩の周りや首のストレッチを行うことで血行が促進され、疲労物質や痛い物質が排出されやすくなり、肩こりが改善されます。今回ご紹介させていただくストレッチは、凝りを最も感じやすい部位でもあります僧帽筋という筋肉を中心とし、首の前面、肩甲骨周りにフォーカスした内容となっています。それでは体のプロが選んだ肩こりに効くストレッチ5選を順位形式でご紹介させていただきます。いかがでしたでしょうか。パソコン仕事やスマートフォンを見ている時間が長くなればなるほど、首や肩は凝り固まってきます。姿勢を正すことは大事ですが、長時間になってきますと筋肉量や姿勢を意識するしないによっては差が出ますが、姿勢が崩れてきてしまう人は多いのではないでしょうか。凝り固まった首や肩の疲労物質を速やかに排出するためにも、空き時間などを利用してストレッチを取り入れてみてください。それでは今回の動画はここまでです。皆様にとって健康お役立ち情報を配信させていただきますので、チャンネル登録そして LINE アット登録をよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も体のプロが選んだ基本ストレッチベストセレクションパート3を配信させていただきますので、よろしくお願いいたします。それではまた。